皆さん、こんにちは。今日は、あただの因数分解ということですが、x が整数で、そしてナンバーが非常に大きいという場合、これ厄介ですね。これをどうやるかということですが、えー、まず最初に 15x の2乗、444x-180 と、が0になるという場合ですね。まず、 これ分解しますね。この分解したのが1。どうせこういう格好ですから AX プラス BCX プラス D と。この格好で AC ですからこれは1と15のペアか5とえ3ですかのペア。 となるとこれ全部奇数なんですねそしてどうして奇数かっていうとここをこの約約数がたくさんありますそれがですね、えー、少なくとも2があるとでここをよく見るとここは a、えー、ad プラス bc でこの奇数と奇数を足し算すると偶数になるそれから偶数と偶数足し算すると偶数になる 奇数と偶数を足し算すると引き算でもですけど奇数になりますね。でこれは偶数だからこっちが奇数だとこの組み合わせがこっちは奇数奇数両方奇数でないと偶数にならない。でこれは約,約数が 2, 2がありますから偶数ですからえこれは偶数 ばっかりのケースですね偶数これとこれと偶数これとこれと偶数でないとこれこ,これ偶数にならないということで、えー、偶数偶数ということでかけの約数ですね何とかと2かけの何とかという約数になるんでこれを読んで終わっちゃうとこれを求めるためですね ここでえ4で割ると40180割る4だからえ45ですかっていうのは 3×3×5 ということですね。でこれに2をかけたやつこの組み合わせからえこの場合引き算ですね。 引いたものが4になるっていうのはどの組み合わせかっていうことをちょこちょこって調べればいいわけです。というのは、えー、まあ15ということはこれ必ず10こここっちの数ですねこれは15より大きくなきゃいけないと。ということは ax プラス b これが x の根が b。 a ですから A が15だったら、えー、大きな数字が必要だということで最初に試すのは35ですね。2 3 5と 2×3×5 ともう一つこれが B15 を C とすれば D ですね。でもう一つは残りの分 2×3 と6ということですね。で 大きいこれ大きい方から、えー、小さい方を引いた,引いた時これ、えー、どうなりますかこれに、ね、15かけると3 0三十の、えー、0が入るからそれマイナス6であ四4が出ますね。ということはこれだということですね。じゃあ他調べる 前にこの最後の、えー、数字が4と出るこれを試してみるとまず x は1ですから x の、えー、マイナス6とそれから 15x の、えー、235、えー いやこれ逆ですね 15x の 235×15 というのは10ですからこれに 3×450450 ですかそれで x のス6と。 するとこっから6を引いたら444であなりますねこれでいけるということですだから、えー、こうやっていろんなヒントをもとに選択たくさんあるうち約分たくさん選択出てくるのでそのうちのあ,あるある分ですね例えばその まずこっちは奇数でなきゃいけないと奇数ばかりだということでここは22が入って偶数にしないとこれこの数が偶数にならないということですねこれは ad プラス bc ですから足し算引き算ですよ偶数にするにはこう偶数でないとということで22を先入れてそれを4で割り算するとこの選択が絞られてくるとで絞られた選択のうちからさらにですねこの最後に4が こ,れをこの場合引き算ですね引き算して4が出てくる場合をこう調べてみるとこれが出てくるということですねじゃあ次同じようにやってみましょう 12x の2乗プラス 104x プラス105ですねでこれを因数分解するのはですね、えー、どうするかっていうとまず 12x の2乗 っていうのは、えー、1, 3, ですねだから1か1と、えー、12の組み合わせか3と4の組み合わせですね。でこちらこちらから分かるのはこれは偶数ですからこれ奇数と偶数。 なりますすから必ず偶数ですねこれはだって12に何かをかけて足し算するとあ奇数になっちゃいますねだからこれは逆に13の方はこれえ奇数奇数の足し算にしなきゃいけないですねということは105っていうのは5かえ5で割ると21だから3か7ですね。 これ全部奇数ですねだから奇数の掛け算同士で足し算すると、えー、奇数奇数で偶数になるということで、えー、それはこれ奇数と偶数であれば両方とも奇数にするのは不可能ですねこれちょっとおかしいですね。えー、あもう一つありますね。 こう2の62と6ですねこれなら偶数ですからここは奇数でもいいわけですで組み合わせとしては、えー、こちらは5の五と3かける7かそれとも5の、えー、3の 5る7かもしくは7の、えー、3る5かこれ全部奇数ですねでもこっちが偶数であれば全部偶数になるからこれは偶数でいいわけですねこちらはこ,このチョイスしかないということですねこれは全部ダメだってここが偶数でこっちは全部奇数ですからねでそういうふうにし,してみるとですね、えー これ250ののい、えー、いうのは、こここれれれ超えちゃいますすね。これダメですね。でを、えー、小さな数字を見ると、えー、2 1四の1六十五1 5 × 6っていうのは、えー、90ですか。 あ、これが来ますねこれで合ってますねそう 2×14 だから 2×14 だから 2x の、えー、こっちが14ですねそして 6x のこっちが90とするとえー、これが あ、これじゃダメなのか。これいかないね。えー、90。あ、かけた結果が90か。ごめんなさい。かけた結果が、えー、これは、えー、15。こっちが7ですね。だから、ちょっと計算間違い。これが6かけると、えー、 五六三十の九十。プラス十四。ですね。で百四になります。だから答えはこうですね。でこういうふうに、えー。この約分の奇数か偶数かっていうことで調べていくとチョイスが。減っていきます。そのチョイスを減らしていくと。えー 試しで計算してみて出るチャンスが早く早くなるということですね。こういうやり方をします、はい。今日はここまで。今日の英単語はデカダント。デカダントっていうのはあ衰退したものですね。もうあ崩れかかって落ちるというような、えー、例えばあのスキーリゾート。 のマンンションですねああいうのが、えー、何ですかコロナとかでもう衰退して、えー、誰も来なくなったスキーリゾート・ビリッジ is a decadent because of the coronavirus っていうようなことを言いますねデカダントというのはもう衰退したものそういうことですねそれから次はフレイルフレイルっていうのは 弱いものですね、えー、頑丈でないものそれをフレイルと言いますあひらひらして、えー、取れそうなものだから、えー、例えば山,山登りはこのフレイルなあ者たちが行うものではないと。クライミングハイマウンテン is not for frail s ということですね。 これは両方あの名詞で使いますね。レカダンともうフレイルも。だからフレイルスというと、えー、they are a bunch of フレイルスというと、あいつらはあもう弱々しい連中の集まりだというふうな言い方になります。